はい、本日はですね、こちらノースフェイスの T シャツをご紹介していきたいなというふうに思います。こちらがですね、一応2点あるんですけども、これまあパッと見ってまあほぼほぼ同じ感じじゃないですか。でもまあ微妙に若干違うんですよね。で微妙に若干違うくて、この柄とかも違うのはもちろんそうなんですけど、そもそも品番も違うかったりするので、まあどうせ似てるのでね、2つ購入してまあご紹介していこうということでこちら購入したんですけども、まあ、夏場になったりしたらノースフェイスとかパタゴニアとかこういうロゴの入った T シャツってめちゃくちゃあるじゃないですか。で、まあ、1着持っとこうかみたいな感じで、まあ、あっても損じゃないやろみたいな、まあ、基本俺は無視で過ごすけども、たまにこういうロゴあってもいいよねなんていう人も結構多いと思うんですよね。だからまあ1着だけポチっとこうかなっていうことで、こんな2色もねいらんでってことなんで、まあ、これ見ていただいてる皆さんはね、これ見てもらって、まあ、どっちの方が俺にはいいんかなというところで見てもらったらいいかなと思いますので、もうさっとね動画に入りたいなと思います。今日の流れとしてですね、まずまあ形を見てもらって、その一応ねなんか袖っ側にロゴがついてたりするんですけど、どっちやったかな、このこっちの方か。でこれが一応今年の新色なんですね。なんとかグリーンって言ってたんですけど、何年やったっけな、アガベグリーンですわ。アガベグリーンっていう名前なんですけどね。そんなところを見てもらって、でその次にサイズ感、これね黒の方が L サイズで、こっちの、アガベグリーンの方が XL なんですよ。でやけどサイズ感的に若干ちょっとちっちゃめなんですよね。だからそれも実際着てる様子見てもらって、その次に違いですよね。これどっちがこう違いますよって、まあほとんど変わりはないけども、それ見てもらって最後おしまいという感じのシンプルな感じでね、いきたいなというふうに思いますので、ちょっと先に言っておくと、サイズ感に関してはちょっと要注意というか、最近流行りのね、こうゆったり着る感じ、まあ、この今ロンティもされてますけど、ちょっとゆったり着る感じではなくて、結構ジャストめに作られてるので、サイズが上げた方がいいんちゃうかなっていうことで、一応ワンあの2サイズね用意しましたので、こちらの方を紹介していきますので、まずは形から見ていきましょうか。では形いきます。はい、では形見てもらいましょう。こんな感じでね、もうパッと見ほぼほぼ同じですよね。やけどほぼほぼ同じようなやつを買わなあかんのが、まあこれは YouTuber なんですけどね、まあ、こんな感じになってって、ここのロゴがまあなんていうんですかね、迷彩ですよね、どう見てもね、迷彩を使ってて、でここの質感はなんかこうあれですわ、顔料的な感じでさ、プリントっていうよりかは顔料的な感じになってるので、まあちょっとしたらね割れてきたりするんちゃうかなって思いますけど、そんな感じで、あこれも同じですね、同じような感じですわ、こっちになってって、でまあ後ろのねスタイルとしてはそんな変わらへんと。で次、じゃあ次前見てみると、前もね別にそんなに違いはないですわ。なんかこの色味がねちゃんと映ってないからね、ちょっと残念なんですけど、これはまあもうちょっとね緑っぽい感じですわ、まあ、そんなに違いはない普通の T シャツですよねということにはなってるんですけど、袖っかだけねちょっとなんていうんですかね、このノースフェイスのロゴがね、このアガベグリーン迷彩の方にはついてるんですよね。で逆にこっちのシンプルな方のやつにはそういうタグとかついてないんですよね。まあこの辺が唯一違うところかな、見た目的には。はい、形は一応こんな感じですと言いたいところだが、この首元とかも一緒やね。特に若干このなんていうんですか、ベーシックなやつの方が薄いかな、ちょっと伸びそうな感じかな。いやでもこっちもこっちか、どっちもどっちですわ。はい、というような感じになってます。はい、ではね次は肝心のサイズ感に行きたいなと思うんですけども、サイズ何やったっけ、これが XL でこっちが L でしたね。はい、では着ていきたいなと思います。まずは XL から着ていきましょうか。はい、では着ていきます。はい、とまあこんな感じで着たんですけども、なんか自分で似合ってないような気しかせえへんけどもね、こんなまあ一応新色ですわ、これね2021年の今年出たばっかりの新色になってるんですけど、なんかこのカメラの映像的には見てる感じはあんま似合ってへんなあいう感じはするんですけども、 XL 言うてもそんな大きくなくないですか。なんかこう XL やったら結構ダボっとしちゃうイメージやけど、もうこの作り自体が結構やっぱ元々ねタイト気味に作ってるんやろうなっていうのが分かりますよね。着丈的にもそんなめちゃくちゃ長いわけでもないし、こんな感じですわ、なんかそんなダボダボっていう感じもないでしょ。でこれが XL ですね。次じゃあこの L サイズ着てみたいなと思います。はい、ということでこちら L サイズ着てみました。やっぱあれですね、なんか結構タイトめな感じになってるから、僕個人的には嫌いではないんですけども、まあ、ジャストサイズ、サイズ的には僕 L でしょうね。 XL やったらなんかこうオーバーサイズ用に作られてへんから、なんかねこうダサい感じになってるんですね、シルエットが。だからまあ L でこうスポーティーな感じで着て、まあこれでキャップかぶったりして、はあのショートパンツがねちょうどええんちゃうかなというような感じですよね。こんな感じで、でノースフェイスって全部が全部そういうわけじゃなくて、なんか物によってはね、去年僕これ買ったロゴのやつあるんですよね。これとかは比較的オーバー気味に作ってるんですよ。だから結構ゆったりしてる感じで作ってるから、これも L サイズなんですけど、全然ね袖丈がもうちょっと長いような感じなんですけど、これは結構やっぱタイトめですよね。もう何回言うねんちゅう感じだけど、まあそんなことになってるのでね、まあサイズ的にはオーバーできたい方にはちょっともしかしたら向いてへんような感じかもしれないですね。でジャストめできたいっていう方に
ちょうど向いてるような感じかもしれませんね。では次ですね、このままあの違いについていきたいなと思うんですけど、これねほぼほぼ一緒じゃないですか。最初言ったみたいにこの左の腕のところにロゴがついてるけど、これぐらいでしょと。違いとしてはね、これぐらいしかちゃうことないですやんと思うんですけど、これ実はよく見てもらいたいんですけど、実はですねこれ値段は全く一緒で、サイズ感的にもほぼほぼ一緒、見た目もそっくりやけども、実は生地が違うんですよね。だから生地が違うくて、あ、また生地の話ですかと、こいつ生地の話するの好きやなと思われるかもしれないですけど、生地が違うだけでも結構違うんですよ。これ何が違うかというと、厚さが変わってくるんですよね。でこっちがね、あのポリエステル、迷彩の方はポリエステル 100% で作られてて、僕が今着てるこの黒の方に関してはポリエステルと綿が入ってるんですね。コットンが入ってるんですけど、まあ、それによって何が違うのというと、やっぱコットンが入ってる分ちょっと厚手になってるんですよね。でこっちのポリエステル 100% の方はやっぱちょっと薄いんですよね。若干薄いなっていうような感じになってて、実際あの、まあ、ほんまかな思って測定をね、数値で測定してみようと思って測ってみたら、確かにこのポリ100の方は 0.4 ミリとかぐらいなんですけど、このコットン入ってる方に関してはもう 0.1 ミリ分厚いんですよね。 0.5 何ぼとかぐらいやったんで、そう考えるともしかしたらこのポリ100の方で白とか着ちゃうと結構ね透けるような感じがせんでもないんですよね。でまあかといってこれがめちゃくちゃ分厚いかって言ったらそんな分厚くないですよ。全然分厚いっていう感じもないけども、なので実は微妙にその生地の分厚さが違うということで、まあ両方とも薄めは薄めなんですけど、さらに薄い方がいい人はこっちやろうし、まあ別にそんな変わらないやったらどっちでもええわっていう人はデザインで選んだらいいと思うんですけど、まあこの辺が違いになってくるんかなというふうに思います。まあなのでこれ見てもらったら分かる通り、同じブランドでもやっぱりそのものによってサイズも違うし、生地も違うし、厚さも違うしってことなんで、特にこういったスポーティーな感じのノースフェイスの T シャツは結構タイトめになってるし、こういうねコットン 100% でガシガシしてるような感じはどっちかとオーバー気味に作ってるような感じになるんかなとは思います。これはね今年出るんかもう知らんけども、去年出たやつですね。はい、ということになってるので、まあ夏場ねこれからあのロゴのある T シャツが映える瞬間ってあると思いますので、まあそういう時になんかはね1枚いかがですかということで、まあ、下の概要欄にも貼っとくので、まあ、そこから見ていただければいいかなと思うんですけども、まあ、僕個人的にもね何度も言ってますが、最近キャンプを始めようかなと思ってるので、やっぱキャンプの時って無地もかっこいいんですけど、ロゴがあるだけでもちょっと雰囲気変わったりもするじゃないですか、まあ、だからそんな時なんかにちょっとこう映えさせるためだけにね、あの着用してみようかななんて思っておりますので、まあ、今日はこの辺で終わりたいなというふうに思います。ということで、正式名称をずっと言わないまま来てましたね、すいません。正式名称なんていう名前だったかな、そうそうそう、こっちのねシンプルな方、ロゴがシンプルな僕今着てる方に関してはショートスリーブバックスクエアロゴティという名前になってます。で対してこの迷彩の方はショートスリーブスクエアカモフラージュティって書いてますので、それが、正式名称ということで、最後終わりにしたいなというふうに思います。本日はですねノースフェイスの T シャツ2枚を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。